はい、カズです。今日私たちはですね、ここナイトキャップ国立公園に来ています。今日は、頼もしいですね、ナビゲーターのですね、エコツアーガイドのケイスケさんとお供しています。今日はよろしくお願いします。はい、これから私たちはどこに行くんでしょうか。これからはですね、世界三区域で、ゴンドワナレインフォレストオーストラリアって言われていて、はい、簡単に言うと、ユーカリが生まれる前に、はい、オーストラリア全土を支配した、古代の森林に入っていく、要は有袋類とかユーカリが生まれる前の世界のオーストラリアの状態が残っている世界三区域なので、歩いていきたい。これからどん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 、ユーカリの世界から薄暗いユーカリがなかった森林に入っていくので、はい、移り変わりがすぐ分かると思います、うんうん、ありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うちの子は寝ちゃったのでコアラスタイルで行きたいと思います。じゃあ行ってきます。こっから先は同じ太ももかのユーカリの種類なんだけど、キーツリーっていうタイプに変わっていくんだ。キーツリー、キーツリー、キーツリーも600種類ぐらいあるんですけど、はい、この葉っぱの成分が多くのタンニン含んでいて、この葉っぱが水に浸かるとタンニンペロフェノールが出て水を赤く濁す、はい、アポロシナルで薬用ですね。まあ、あのアロマのティーツリーですよね。ティーツリー、ティーツリーで、その薬草の湖に入ると体がスベスベになる、アトピーとか切り傷とか皮膚の炎症に効果的なんです。へー、すごいいい香りがする。もうそんな木が普通に、もう本当だ、あ、本当はティーツリーの匂いですね。そう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 、自然に生えてるんですね。薬草の宝庫ですから、自然療法大国ですね。あ、もうすぐ近くですね。うふー、水がない。うふー、雨が降るとまた川に、川というか滝になるんですかね。あ、そうそう、黒いところ、はい、あそこ全部水がもともと通ってるところ。オーストラリアっていうのはもう世界で最も乾燥した灼熱の大陸だから、植物も動物も対乾燥対紫外線に適応できなければ消滅。だから植物でいうとやっぱユーカリとかっていうのが代表なんですね。岩盤ぶち抜いて、はい、ユーカリは根を張ることができるので、そういう樹木しかオーストラリアは残れる。今ここに来てるけど、例えばキアンスとかヤースロックとかアーストラリアで、はい、どこに行ったとしても基本的にはユーカリの種類がその土地を支配できてるのはユーカリの特徴として岩盤ぶち抜ける。で、土がなくても、はい、紫外線を栄養にできるので。ユーカリっていうのはオーストラリア特有なんですか。ユーカリは特有です。海外にはユーカリってないんですか、オーストラリアの他に。太もも科に属していて、はい、その太もも科は例えばハワイとかヨーロッパとかにもちょんちょんってありますけど、この時南半球から下の樹木、それは自然に生えてるんですか。自然に生えてるんですね。ただハワイとかカリフォルニアとかペルーとか、はい、タイとかそういうところは基本的に人間が持ってって植えてしまった。でも植えてしまうことによって自然がバランス崩れちゃうってことですよね。相当崩れますね。へー。ユーカリってこう根っこから酸を出すので、はい、その土地の土壌の質変えてしまったりするし、はい、あとは岩盤十数メートル打ち抜くので、はい、だから普通の植物が根張らないとこにも森を作ってしまう、はい、そうなんです ね、 結構ありますね。結局バランスってことですよね。そうそうそう、砂漠が悪いわけじゃないから、うんうん、砂漠に適応した動物が困ってしまう、うん、そういうことですね。それぞれのね、まあ、得意分野があるってことですよね。そう、豊富な文化を砂漠に持っていこうとするのが人間のエゴですよね。だから逆にオーストラリアで作られてるものってやっぱり抗酸化だったりとか抗紫外線に強いっていうことですよね。そうですね、うん、まあ、そういうのをうまく利用すればいいってことですよね。生活の一部分ちょっと使うんだったら応用するんだったらいいけど、うん、はい、そのまんまオーストラリアの世界を他の世界に作ってはいけない。でもね、これだけ緑があるってことはやっぱり水があるっていうことですよね。そうそう、まだここの辺りは雨が降る方なので、はい、ただよく見るとカーキー色の部分の緑がユーカリの森、はい、深い森でブロッコリーのように高低差があるのがレインフォレスト、熱帯雨林。よくレインフォレストって聞きますもんね。そう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 、聞きますよね、うん、でこういう熱帯雨林が特徴的なのは今の世界ではなく、はい、南極を中心に、はい、南米、アフリカ、インド、オーストラリア等しかあった恐竜時代の森林だからなんです、はい、それが特徴ですね。ジュラ紀の意味ってご存知ですか。ジュラ紀ですか。ジュラシックパークのジュラですか。そう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 、
それ何なんですか？みんなね、恐竜のイメージしてるけど、はい、ジュラ紀っていうのは森って意味なんだよ。へぇ、だから地球上46億年の歴史の中で、はい、一番森が多かったのがジュラ紀。へぇ、だからジュラ紀なんだよ。森林の時代。オーストラリアっていうのは地続きだったってことですか？じゃあインドとかそういうとこ、南極とインドの境目にくっついていたのがオーストラリア紀。それがこう分裂して、はい、今個々の大陸になってるのが世界。へー、だからオーストラリアが乾燥化していくから、はい、ていくのがユーカリで、乾燥する前は下のレインフォレストが今のエアーズロックも支配してた、はい、で西から東に引き荒れて、はい、西からエアーズロックまで全部土爆化しました。それがいつぐらいの話なんですか？今から2000万年前。2000万年前。だから日本がこの地球上にまだできる前。はい、ああ。それまではカンガルーも4メートル。4メートル。サイぐらいの大きさのコアラがいた。はい、ええー。全然可愛くないですね。可愛いし。はい。だから下が過去、周りが現代。ああ、そういうことですね。じゃあまた。違う場所から下の方を行けるんですかね。じゃあちょっと行ってみましょうか。